本当に買ってよかったアンダーアーマー、はい、現役バリバリのアスリートにお願いしたいというところで、立川選手にご登場いただいたと思います。最初アンダーアーマーを使用したきっかけ、出会いみたいなものがちょっとあれば。まずはやっぱり高校ラグビーぐらいの時ですけども、13年前ぐらいですね。ありますね、アンダーアーマーね、はい、ちょうど全国大会とかで着用してる人が増えたりとかして、それを見てかっこいいなと思って、はい、もう小遣いとかお年玉で買って自分も着るようになりましたね。はい、なるほど。やっぱりそういうものがなかったんで、はい、綿のジャージでしたし、まだ着心地の良さっていうか、はい、着ていてストレスがないので継続して使ってます。ありがとうございます。じゃあ早速ご紹介、はい、やっぱり一番おすすめするのは UA ラッシュの商品ですね。ありがとうございます。はい、なぜこれが、これはまあさっき言ったインナータイプのものだと思うんですけども、はい、すごく着心地がいいっていうのと、体の熱逃がさずにどんどんエネルギーに変えてくれるっていうような感じがすごく感じるんで、試合ではスパッツもジャージの下も欠かせない商品になってます。最大の魅力はパフォーマンス、そうですね、パフォーマンス上げてくれるってところは今までのインナーよりもすごく感じますね。いろんな局面で多分 1% 上げてくれるってだけでアスリートとしてはすごく助かりますね。なるほど。これ色は黒、上は黒で下はグレータイプのを公式戦でちょっと目指したいなっていうのがあって、ありがたいですね。はい、ありがとうございます。はい、今年のなんか意気込みみたいなものが、まあ、ラグビーワールドカップすごく盛り上がって、はい、まあ、たくさんの人がこうラグビーを目にする機会があったと思うので、ぜひ生のラグビーを見ていただきたいなと思いますし、僕ら選手は最高のパフォーマンスをして楽しんでもらえるようにしていきたいなと思っています。